ジャン2世ドバロアは、アラン・ソン公。アラン・ソン公、ジャン1世とブルターニコウ、ジャン4世の娘、マリーの息子で、ジャン5世と、フランス元帥、アルテゥール・ドリッシュモンの老い。百年戦争における、フランス軍の指揮官の一人で、ジャンヌ・ダルクの戦友として知られる。1415年のアジャンクールの戦いで、父が戦死、ジャン2世は若くして、アラン・ソン公とペルシュ博を継いだ。 1421年に、王太子シャルルとブルターニコージャン五世との間で、成立した同盟強化のため、ジャン五世の老いにあたるジャン二世とオルレアン公、シャルルド・バロアの娘ジャンヌとの結婚が行われた。ところが、1424年に若くして、ベルヌ・イーユの戦いに参加したが、敗れて、イングランド軍の捕虜となったため、1429年まで、囚人として過ごした。 高額な身代金が払われた後に釈放されたが、彼自身は衰弱した上に、領地はイングランド軍の支配下に置かれていた。解放後間もない1429年3月に、ジャン2世は、シノンで、ジャンヌ・ダルクに出会い、彼女に感銘を受け、宮廷のジャンヌに対する審問に賠席している。この時点で、身代金はまだ払い終えていないため、イングランド軍と敵対できず5月のオルレアン、 包囲戦に参戦できなかったが、オルレアン解放後に、身ロキ金を払いをえじるのみとなり、ジャンヌやジルドレ、ライル、ジャンポトンドザントライユ、アンドレド、ラバル、ジャンドデノアと共に6月にロワール川付近で、ジャルジョーの戦い、モンシュルロワールの戦い、ボージャンシーの戦いを経て、母方のージにあたるリッシュモン大元帥と合流、パテへの戦いで活躍した。また、ジャン二世は、 王大太主派の中で最も重要なジャンヌの支持者であり、9月にジャンル党と共に行っていたパリ包囲戦が失敗して、軍事行動が終わると、ジャン2世はノルマンディ遠征をシャルル7世に命じられ、ジャンヌも一緒に連れて行くことをシャルル7世に要求したが受け入れられず、一人で遠征へ向かった。ジャン2世はイコモリ守シュモンの下でイングランド軍との戦いに身を投じたが、 だんだんシャルル七世と仲互いしていくようになり、1440年に、デュノアやブルボン公シャルル一世らと共謀して、プラグリーの乱に参加したり、イングランド軍に内通したりした。それでも1450年に、リッシュモン、デュノアと共に、カーンの包囲戦に加わったが、1454年に、王太子・ルイの陰謀に加担して、反シャルル七世の姿勢を崩さず、 1456年5月3日に、ジャンルの復権裁判で証人として出席したが、イングランド軍への武器提供及び上陸の手引きをする計画が発覚31日に汚名を受けたデュノワにより、反逆者として逮捕された。1458年、大逆罪で有罪判決を受け死刑を宣告されたが、立志門の取りなしで判決は減刑されて、再び収容された。 1461年にシャルル7世が死去して、即位したルイ11世の手により釈放されたが、ルイ11世に使えるのを断り3度収容された。1474年7月18日、パリの議会で再び死刑を宣告され、領地は没収された。しかし刑は執行されず、1476年にルーブルの牢木で死去した。1421年に、 オルレアン公、シャルル・ド・バロワと最初の妻イザベル・ド・バロワの娘ジャンルド・バロワと結婚した。ジャンルとは子供を儲けることなく死別した。1437年にアルマニャック・ハクジャン4世の娘マリーがアルマニャックと再婚した。マリーとの間には一男一女を儲けた。他に諸子が数人いる。エチュベリー、P121、P135、ペルヌー。 P317P318、清水、P115P116P119、ペルヌー、P63P66P114P117P121P148P153P318P320、清水、P142P143P194P197P203 P228P233P235 エチュベリー P242P244P285P286P294P296 清水 P352P353P360P370P371P388 P396, P397, エチュベリー P302, ペルヌー P320, P321 ありがとうございます。